年間を通して最も多くポイントを取ったドライバーがシリーズチャンピオンということになってまいります。さあそしてグリーンフラッグ、そしてグリーンシグナルつきましたね。セーフティーカースタート、全日本 F3 選手権の第4戦、さあ1周目に入ります。さあメインストレート上はそれぞれのマシンが巻き上げるそのウォータースクリーンが風に煽られまして、ちょうどメインストレートでは巻き上がったそのウォータースクリーンが後ろのドライバーのですね、ちょうど方に向かっていくという展開になります。さあ1周 4.674 キロオートポリス14周で行われてまいります全日本 F3 選手権です。さあポイントランキングの話、そして、1レースでのポイントの話というのも行っていったんですけれども、昨日の展開ちょっと振り返ってまいりますと、昨日はですね、決勝レース、こういったウェットコンディションのもと、まずはセーフティーカー先導のもと3周ですかね引っ張りまして、でその後4周目から、決勝レーススタートリスタートということになってまいりました。そして1コーナー争いなんですが、ここで、カーナンバー7番のシャルル・ミレシンが他の車両との、ちょっと接触もありましてポジションダウン、一旦は最後尾に落ちるという展開になってまいりました。一方上位勢なんですが、昨日はですね、サッシャ・フェネスタラズは結果的に一度もトップを譲らず、そして2番手につけていた大井俊樹もポジションは結果的に変わらず、結果的に昨日の、決勝レースなんですが、グリッドからちょっと変わったといいますと、カーナンバー7番のミレシ、昨日はですね、予選6番手だったんですが、その4周目1コーナーのですね、接触ポジションダウンもありまして、結果的に10番手までは追い上げてのフィニッシュとなっています。そして昨日は、ポイント圏内の6番手争いを展開していったのがまさかのこのトムス同士のバトルということになりまして、6番手には F3 ルーキーカーナンバー37をつけますコタカ、そして7番手にカーナンバー 36F3 3年目、カーナンバー36番の宮田理友となってまいりまして、まさかこのトムス同士が、このポイント圏内を争うレースをするとはと、誰もが思ったと思われます。上昇トムスチームと言ってもいいでしょう。まあ、ですからトムス同士が優勝争いをするというね、そういったレースは、これまで何度もありました。ただ昨日はですね、ちょっと予選での、そのポジション上げられず、結果的にそのトムス2台のマシンが6番手争いを展開するという、まあ、近年本当に見ないそんな展開のレースとなっていました。結果的に昨日は BMAX レーシング with モトパークエフストリーンが、1-3 フィニッシュ、そして2番手にトラということになっています。さあカーナンバー2番の大湯俊樹は昨日その BMAX レーシングの間に入っての2位フィニッシュ、真っ赤なマシン、今シーズンは F32 年目のシーズンとなってまいります。まあ、それにしてもやっぱり、現在のポイントリーダーとなっていますカーナンバー11サッシャ・フェネスタラズのこの安定したリザルトといいますかね、予選ではまずタイムクラウンドでは、2戦連続ともに2番手フロントのスタート、そしてこのオートポリスラウンドでも昨日ポールポジション、今日もポールポジション、そして昨日第3戦に勝っていますので、この後の第5戦もポールポジションと、サッシャは結果的にここまでフロントローを外していないんですよね。第1戦第2戦そしてこの第4戦までいずれも最前列、決勝レースの時には前に他のマシンがいない状況でのスタートとなっています。まあ、悔やまれますのは前回の第2戦ですね、スタートした後確かこれは試験員の侵入での、他のマシンにちょっと当たってしまったということもありまして、フロントウィング、ちょっと落としてしまった、結果的にその後ピットに戻っての修復になりましたので、14番手ノーポイントレースとなっています。まあでもノーポイントレースとはなっているんですが、現在のポイントリーダーということになりますよね。まあ、それを思いますと、サッシャもそう、そして32番の宮田も、ここまでノーポイントレースは1レースずつあるんですけれども、現在ランキングはトップと2番手、そして、3戦連続でポディウムに上がっていますカーナンバー65番のアーメドですが、アーメドはランキングの3番手ということになりますね。まあ、前戦ポイントは取っているんですがランキングは3番手、
ただまだシーズンの序盤ということもありますので、ポイントリーダーのフェネストラズからランキング3番手のアーメドまではわずか5ポイント、しかもポイントリーダーフェネストラズと2番手の宮田とは1ポイント差ということになりますので、この後まだまだですねシリーズはわからない展開です。そして今シーズンはですね F3 ルーキーもいれば F3 復帰組もいますけれども、カーナンバー12番の大津弘樹は去年はですね F3 参戦をしていませんでしたが、今シーズンは3ボンドからの復帰ということになっています。3ボンドからの F3 復帰と言ってもいいでしょうね。まあ、以前はですね、トダレーシングの真っ赤なマシンをドライブしていた、そんな時期などもありました。さあ現在セーフティーカーの先導のもと2周目に入っていますが、どうでしょうね、昨日と比べるとやはりちょっとコース上雨の量は少し多そうな、そんな風にも見えてまいります。さあサッシャ・フェネストラズは今シーズンスーパー GT の GT300 とこの F3 と日本のシリーズダブルエントリーというドライバーでありますけれども、まあ、それにしても、F3 でも自力でポールを取り、そしてスーパー GT の GT300 でもこちらのチームメイトが、ね、トップタイムをマークしたんですが、チームとしてはですね、GT300 でもポールを取っているチームということになりますよね。まあ、その時には Q1 を担当したフェネストラズであります。まあ、ですから日本にやってきてまだ本当に数ヶ月ではあるんですが、もうすでにその2つのカテゴリーでまあポールを取っているということになります。さあそしてこの F3 チャンピオンシップを争っていく上でやはりポールポジションもそうなんですが、決勝レースのですね最も速いタイムファーストスラップ、これも重要になってまいります。1ポイントを取るのが非常にこの後のですねシリーズチャンピオン争いで大きなファクターとなってくるかもしれません。ここまで、ファスティスラップはカーナンバー36宮田が第1戦と第2戦で取りまして、そして昨日のレースではサッシャカーナンバー11番が決勝レース中のベストラップをマークしています。まあ、ですからここまでまだ本当に数戦しか行われていませんけれども、まさに宮田 VS サッシャのですね、この一騎打ち状態と言ってもいいと思われます。さあこのオートポリスラウンド第4戦では果たしてこの2人のチャンピオン争いにどのドライバーが接近をしてくるんでありましょう。2番手スタートの大湯、3番手スタートのアーメド、4番手スタートのコーナー。さあ3周目セーフティーカーは今第2ヘアピンから下ってまいりますが、まだ今ルーフのランプが消えましたよね。どうやらそうなりますとこの周回でセーフティーカーはピットロードに入ることになりそうです。昨日の第3戦同様にセーフティーカーランは3周にわたって引っ張っていったようでありまして、さあジェットコースターストレートで今ルーフのランプセーフティーカー消えまして、さあサッシャがじっくりじっくりですねちょっとコントロールしてこの後は上りのセクションにやってまいります。今12コーナーのあたりから登ってきていますが、後ろは大渋滞、まあ、このあたりはポールシターの特権ですからね。サッシャのペースでこの後はやってまいります。さあ後ろの宮田りとも昨日はノーポイントになってしまったマシンでありますが、今回はですね9番グリッドと昨日よりもさらに1つ後ろのスタートということになってまいります。さあサッシャがゆっくりとマシンを振っていく、その後ろ大湯、さらにはアーメド。さあそしてそろそろアクセルオンしてこの後は最終コーナー方面に向かってまいります。3周のセーフティーカーランからこの後は2019全日本 F3 選手権の第4戦、この後はいよいよリスタートとなってまいります。さあメインストレート、オートポリスのストレート、もう水しぶきで後ろが全く見えない状況。さあ1コーナー進入です。大湯のマシンですが、ここは2番手をキープをするサッシャ、大湯、そしてアーメドのオーダーがかかっていません。そして4番手ですが河野守っていますね。5番手に大津のマシン、6番手には今カーナンバー7番のミレシーがつけていますか。さあ4周目に入りました。1コーナーどうやらこの第4戦はですね混乱はなさそうです。
やかなりこの水の量も多いのでかなり慎重にスタートを切っていきました。 F314 名のドライバーです。さあ今4番手争いがかなり接近していますか。カーナンバー35の河野とカーナンバー12大津弘樹のマシンです。トップ3とそして4番手の河野との差がちょっと広がってきているようなそんな風にも思われます。サッシャ、大湯、そしてアーメド、トップ3そして4番手争いは河野そして大津のオーダーです。第2ヘアピンにやってまいります。先頭集団さあ4番手争いが接近してきた。そして6番手争いですがこちらはチームメイト同士ミレシと片山です。カーナンバー7番のミレシとカーナンバー8番の片山のこの7番手争い、いや6番手争いになりますね。さあポイントリーダーカーナンバー11番のサッシャレースをリードしてまいります。現在4周目すでに上りの速上に入ってきています。さあリスタートはちょっとまあ慎重なラップと言ってもいいでしょうか。4周目さあトップのマシンが最終コーナーこの後は姿を現してまいります。カーナンバー11サッシャ・フェネストラザは1分53秒台で戻ってきまして後ろのマシンは54分55秒台さあこの1周で1秒3秒に出まして戻ってまいります。さあ5周目の1コーナーです。後方の集団もどうやら変動はなさそうだ。さあトム・スウェイですが今8番手に37番の小高そして9番手にカーナンバー36ランキング2番手の宮田この辺りオーダー変動はありません。そして10番手に51番のベディアナさん11番手にカーナンバー28山口12番手に13番の三浦13番手に30番のドラゴンそして14番手にカーナンバー5久保田のオーダーと、この1周4周は戦いではオーダーの変動はありません。さあコースサイドの映像カメラにもですねかなり大粒あそして1台5番だカーナンバー5番久保田のマシンがクラッシュをしている。1コーナーですね1コーナーから2コーナーに向かっていくイン側です。カーナンバー5、昨日はですね3コーナーでのクラッシュがありました久保田だったんですが今日は2コーナー5周目の1コーナー立ち上がって2周目2コーナー手前ですねイエローフラッグが出されています。昨日は一旦ピットに戻って修復していたカーナンバー5久保田なんですがちょっとフロントウィングが外れている。この後はリスタートが続きそうだ。さあそうなりますと1コーナーから2コーナーのイン側ですけれどもね場所的にはちょっとどうでしょう。さあそしていやセーフティーカー出ますね。さあ5周終了段階で再びセーフティーカー入ります。カーナンバー11サッシャ・フェネストラズ先頭で今戻ってくるんですが目の前にはさっきバイバイしたばっかりのセーフティーカーです。カーナンバー11番さあここでこの第4戦セーフティーカースタートに始まりそして再びセーフティーカー導入です。5周終了6周目いやーちょっとこのオートポリスラウンドまあ、雨は降っているんですが昨日はどちらかといいますとまだこの F3 はですね、そこまでは荒れた展開とは言えない状況だったんですが今日はちょっとですねなんとも言えない全日本 F3 選手権の第4戦さあ久保田選手今ちょうど縁石に、まあ、またがるような感じで仮面子状態になっているような風にも見えますね。カーナンバー5久保田選手はすでにマシンを降りています。さあレースは6周目ということになりますけれども、今日スタート前にちょっとお話をしました、このオートポリスラウンドは14周ないしは最大35分間というレースになるんですが、昨日はですね3周セーフティーカーが引っ張ってのスタートになってで結果的に、その14周が先にやってきたという話をしました。ただ、ちょっとですねこのセーフティーカー導入とあとはですねウェットコンディションですからラップタイムが落ちてまいります。そうなりますとどうでしょうねセーフティーカーの先導する周回数以下では35分が先にやってくるかもしれません。
ちなみに今スタートから15分が経過しています。今10時20分を回りまして、スタートから15分、レースはあと20分間ということになります。ないしはあと9周。さあ、ちなみにまだファスティストラップ云々という話を、ね、するのもあれなんですけれども、リスタートした後4周目5周目、まあ、実際にこのドライバーがですね、まあ、その自分のリミッターを外して走っていた瞬間というのは2周なんですけれども、ちなみに現段階でのファスティストラップといいますと、カーナンバー11番ですね、サッシャ・フェネスタラズが1分53秒930、これはリスタートの後の4周目のラップということになってまいります。そして5周目ですが、もう最終コーナーに来る前にセーフティーカーの、ね、この合図は出ていましたので、まあ、ここで全車アクセルを抜いていますので、どのドライバーも4周目にベストラップがマークされていると言ってもいいでしょう。さあ、そうなりますとポイントリーダーのサッシャ・フェネスタラズは今の段階ですとポールポジションの1ポイント、そして、現段階ではベストラップをマークしていますので、暫定で今1ポイントを取っていたとしましょう。そして、優勝で10ポイントということになりますと、サッシャはまたこの第4戦で12ポイントを取るということになります。さあ、一方ランキング2番手の宮田理智なんですが、現在は9番手のまま、この第4戦もまだポイント圏内には入っていません。さあ、このセーフティーカー導入のラップタイムですが、3分24秒から26秒ぐらいということになります。レースの周回数があと8周ということになりますので、残り時間は18分。セーフティーカーが何周この後引っ張っていくかわからないんですが、残り18分を切っていますので、ひょっとすると35分ルールが適用される可能性もありそうです。さあ、今日はこの F3 の前に行われましたスーパーフォーミュラの公式予選でも、ちょっと赤旗が3回出るという展開になりまして、どのドライバーも思うようなこのタイムアタックができないような、そんな苦しい状況となっていました。もともとスーパーフォーミュラも昨日は公式予選予定をされていたんですが、悪天候の影響もありまして今日の午前中に変更となっていたんですよね。ただその午前中に変更はしたんです、まあ朝変更されたんですけどもね、まあその時のコンディションがあまりよろしくなかった。そしてその後に行っていますこの全日本 F3 選手権の第4戦の決勝レースなんですが、昨日よりもまたさらにちょっとコンディションはですね、少し悪いようなそんな風にも見えます。シリーズはまだまだ序盤戦ではありますが、ジャンプ争いを展開します。カーナンバー11番のサッシャ・フェネスタラス、そしてカーナンバー36の宮田理智、位置関係で見ていきますとトップのサッシャ、そして9番手の宮田、そして、今ランキング3番手にいますエナム・アーメドなんですが、こちらはまだまだこの3番手をキープしている状況ですから、まあ、このままフィニッシュですと5ポイント加算ということになってまいります。そうなりますとここでもしこのポジションのままフィニッシュということになりますと、エナム・アーメドがランキングでは2番手に上がってくるということになりますので、まあ、この後のそしてセーフティーカールーフのランプが消えていますので、この瞬間セーフティーカーはピットロードに入ります。さあ、そうなりますと今7周目ですので、この後戻ってくると7周のスプリントレースということになってきそうです。残り時間は現在16本を切っている状況。1周あたりのラップタイムが、まあ、大体1分53秒52秒ぐらいとしますと、7周でしたらどうやら14周が先に来そうですね。35分の前に14周到達となりそうです。さあ、今カーナンバー11番トップを走っていますサッシャ・フェネスタラズがまたスタートのシーンのようなですね、ゆっくりゆっくりと体を温めつつ登ってまいります。さあ、その後ろトラファイテックスの大湯、その後ろ3番手にはエナム・アーメド。さあ、アクセル
オンしてまいりまして、この後はファイナルスタートコーナーから最終コーナーにやってまいります。セーフティーカー先導のもとスタートになりまして、そしてまたセーフティーカーも入っていたんですが、さあこれで7周終了、8周目レースは再びリスタートとなっています。残り周回はあと7周。さあ1コーナー攻防ですが、さあ河野のマシン、今度アウトルフティー3番手争い、しかし3番手はアーメド、4番手に河野、そして5番手オースのオーダー変わっていません。さあそして今片山の後ろに小高のマシンが接近している、これは今7番手争いになりますけれどもね。さあその前3番手争いですが、サイドバイサイドになろうというカーナンバー35、河野俊介のマシン、さあインから入っていく、さあ河野のマシンが3番手だ、アーメドを捉える、いやしかし今度はインから65番のアーメド再び3番手。さあこの3番手争い後ろ、さあ大津も狙っている、カーナンバー12大津も狙っている、そしてカーナンバー37番の小高のマシンが片山を捉えまして、今7番手にカーナンバー37番の小高となっています。カーナンバー8、片山のマシンは8番手。さあ7周のスプリントレース、先頭集団は今第2ヘアピンにやってまいります。トップ2がちょっと離れまして、そして3番手のアーメド、序盤はカーナンバー35番河野俊介果敢にプッシュをしていったんですが、逆に河野の後ろ3ボンドの大津のマシンが接近、さあそしてカーナンバー37番の片山のマシンが現在その大津に接近しています。そして小高はどうやらミレッシも捉えていますよね。いや、ごめんなさい、ミレッシの方が前にいますね。カーナンバー7番のミレッシが6番手、その後ろにカーナンバー37番の小高もらっています。さあそしてカーナンバー36、宮田、そして今ファイナルスタンドコーナーですが、ちょっと12番のオーツが膨らんだように見えました。さあ8周終了です。残り瞬間はあと6周、レースは9周目に入っています。さあ1コーナー水煙のその後から覗いてくるこの集団なんですが、ああそして BMAX1 台のマシンがクラッシュをしている。あ、2台だ。あ、なんとこれはマスタークラス同士のマシンだ。28番の山口とカーナンバー30のドラゴンのマシンになりますか。あ、なんとマスタークラス同士2台のマシンが、あ、そしてまたセーフティーカーだ、 F3 第4戦。あ、そしてドラゴン選手のマシンですが、もうタイヤがハの字以上向いてます。さあ今リプレイが出されていますが、ファイナルスタンドコーナー同士、あー、もうドラゴン選手の左のリアタイヤが激しく外れてしまうような、そんなクラッシュになっていました。ちょっと待ってくださいよ、そうなるとマスタークラスは今3台ともクラッシュということになりますよね。今シーズンから40歳以上のドライバーを対象に、そして女性ドライバーを対象に行われていきますマスタークラス、今回は3名のドライバーエントリーとなっていまして、28番の山口、30番のドラゴン、そして5番の久保田、この3名なんですが、この3台のマシンがいずれもセーフティーカーの原因を作ってしまったという形になっています。まず1回目のセーフティーカー導入ですが、これは久保田選手が1コーナー立ち上がってのクラッシュがありまして、そこでセーフティーカー入りました。でその後7周終了段階でリスタートになっていったんですが、今度は8周目になりますかね、8周目に最終コーナーでそのマスタークラス同士、インからドラゴン選手が入っていったんですが、ちょうど隣同士で当たってしまいまして、山口、ドラゴンともに今ちょうど映像リプレイ流れていますけれども、2台のマシンが接触をするという展開になりまして、2台ともこれはもう再スタートは厳しい状況。そうなりますとマスタークラス3台のマシンがレース中間点過ぎでもう姿を消すということになります。さあ今9周終了、10周目ということになります。残り周回は5周です。このセーフティーカー導入によりまして、これで
残る時間があと10分ほどです。そして5周ということになりますので、この周回でセーフティーカーが入ったとしても、あ、でもこの周回にセーフティーカーが入れば14周いけそうなんですが、もしもう1周引っ張るということになりますと35分の方が先に来そうです。いやー、でもセーフティーカースタートを入れますと、これで計3回この14周のスプリントに入るセーフティーカーということになっています。ちょっと荒れた展開です。さあ、そうなりますと、ポジションアップをしたいランキング2番手カーナンバー32番の宮田理友にとってはですね、またチャンスがどんどん減っていくようなそんなシーンとなっています。一方ポイントリーダーのサッシャにとってはですね、このポジションを守って、そしてポイントリーダーとして、さらにはランキング2番手以降をどんどん離していく、そういったチャンスがですね、一周ごとに増えていくと言ってもいいかもしれません。現在10周目、この後戻ってまいりますと4周なんですが、さあセーフティーカーのルーフのランプはまだついている状況。今最終コーナーあたりでは車両回収が行われているんですが、まだもうちょっと時間かかりそうです。セーフティーカーのルーフのランプは消えていませんので、この次の周回も引っ張るということになりそうです。そうなりますと、どうやら35分が先に来そうな感じがしますね。結果的に今日はですから、ここまでリスタートをしてはまたセーフティーカー、そしてリスタートしてはセーフティーカーということになりまして、どのドライバーも2周ほど走ったらまたセーフティーカーだよっていうですね、そんな状況になってきています。現在は10周目に入っていますが、なんかちょっとドライバーにとっては不完全燃焼的な、そういった思いもあるかと思われます。ファイナルスタートコーナーから最終コーナーメインストレート、これで10周終了、11周目あと4周ということになりますが、残る時間は7分40秒。さあ、これでどうやら35分が先に来るということになりそうです。あと4周、このコンディション、今先ほどのペースで1分54秒ぐらいとするならば、あと4周走るとするとやはり7分半以上がですね、必要になってまいります。まあ、今のコンディションでプッシュしても4周走りきるのには、まあ、7分半ぐらいは必要になってまいりますので、それを考えるとこの後セーフティーカーが11周目に入ったとして、あと3周のスプリントというのはですね、ちょっと35分くらいまでには難しいような、そんな状況になってきました。さあ、今日このオートポリスラウンドはあともう1戦、第5戦が夕方にあるんですが、そのレースまでにマスタークラスの3台は修復可能なんでしょうかね。これもちょっと気になりますね。まあ、5番の久保田選手のクラッシュは、まあ、フロントウィングあたりがですね、ちょっとダメージを負っていたんですが、多分これはもうパーツ交換と、あとはちょっと足回りのチェックでいけると思うんですよね。あとは28番の山口選手と30番のドラゴン選手のクラッシュですが、ドラゴン選手は特にこれタイヤが外れていたりしましたので、ちょっと大きなダメージを負っているようです。この後今日第5戦のスタート予定が4時15分となっていますので、まあ、あと5時間以上はあるんですが、この後今ちょうどドラゴン選手のマシンが牽引されています。リアウィングもフロントウィングもない状況、そして、ちょっとこっちからは見えづらいんですが、左のリアタイヤがね、一回こうサスペンションごと外れていたんで、かなりこの後はですね、修復には時間かかりそうです。さあ、そして第2ヘアピンを立ち上がってきまして、セーフティーカーのルーフのランプですが、まだついてますね。まだ消えませんね。最終コーナー付近のこの回収作業、これを見てみましても、ルーフのランプは消えないということは、もう一周引っ張るということになりそうだ。残り時間はちなみにあと5分20秒ほど。今11周目に入っていますが、セーフティーカーのルーフのランプは消えませんので、このまんま行きますと35分が先にやってまいります。残り時間はあと5分少々です。
ちなみに今日行われます夕方の第5戦は、この14周のレースプラス7周の21周、今日は4時15分からラウンド5は、21周のレースとして行われてまいります。これ14周のレースで35分という話をしたんですが、ちなみに、後半第5戦の21周のレースはですね、21周ないしは45分というそういったルールもあります。さあセーフティーカー先導のもとカーナンバー11サッシャ・フェネスタラズ戻ってまいります。でもこの1コーナー方面から捉えているカメラもかなり風を受けまして大きく揺れていますね。残る時間があと4分、これでもしセーフティーカーが解除されたとしてこの後戻ってきたらもうファイナルラップということになりそうですね。セーフティーカーのペースが今3分8秒、3分9秒ぐらいということになってきますので、この後戻ってくると、もしこれセーフティーカーが、ね、入ったとしても、ピットロードが入ったとしても、そしてセーフティーカー先導したままとしても次の周回がファイナルラップの13周目ということになりそうです。さあそうなりますとかなりサッシャ・フェネスタラズにとっては今シーズン3勝目がもう見えてきそうな、そんな位置。あと1周、最大でもあと1周守りきればいいということになりますのでね。さあそして最終コーナー付近でのこのマシンの回収作業を見ていきますと、もう30号車は釣り上げられましてコースサイドからは離れています。そして28号車の山口選手のマシンももうすでにこれは撤去されていますね。残り時間ここで今3分を切ります。そうなりますと多分ここで今第2ヘアピンにやってまいりますセーフティーカーなんですが、これループのランプが消される可能性がありますね。そして戻ってくるとこの後は多分ファイナルラップということになりそうですが、どうでしょう。ループのランプ今沈黙しているんですが、セーフティーカー消えましたね。さあセーフティーカーのループのランプが消えた。現在は12周目、このまんまゆったりとしたペースでサッシャ・フェネスタラズが右90コーナーですね、11コーナーと12コーナーを立ち上がってまいりますが、この段階で今残り時間が2分10秒、決勝レースのベストラップがここまで1分53秒台となっていますので、この後戻ってくると35分ルールのファイナルラップということになりそうです。残り時間は2分を切りました。現在12周目、最大35分のルールまであと1分40秒ほどということになりました。さあこれでサッシャ・フェネスタラズがゆっくりゆっくりと、そしてここでアクセルオン、最終コーナーに向かってまいります。残り時間が1分30秒を切りまして、さあこれがどうやらファイナルラップになりそうだ。メインストレート戻ってまいります。グリーンフラッグが振られます。12周終了、13周目、残り時間が1分20秒を切った段階でこれ13周目に入ります。さあこの後の上位勢ポジション争いはどうだ。一発勝負に行くんでありましょうか。トップは変わっていない、5番手のオーツも変わっていない。さあそして6番手争いはサイドバイサイドになっている。シャルル・ミレッシュが狙っています。さあここで見ますと小高のマシンが前にいますかね。いや水しぶきで見えない状況。あそうですね、ドムソのマシンが6番手だ。さあシャルル・ミレッシュを捉えている。そして片山のマシンがポジションを上げていますか。今ここでミレッシュ、小高、ミレッシュ、片山ですから6、7、8番手争いですね。宮田のマシンは9番手のまま第1ヘアピンを立ち上がってまいります。さあその宮田ですが片山に並ぼうとしたんですが前には出られない。カーナンバー36、宮田リトも9番手のまま。さあしかし2戦連続のノーポイントレースはちょっと痛い宮田リトも。残り時間があと20秒を切っている。トップのマシンは今第2ヘアピンを立ち上がって下ってまいります。カーナンバー11サッシャ・フェネスタラズ先頭で今下ってまいります。大津のマシン、追い落とし機のマシンは2番手にいる。
さあそして3番手争いですが、ここはカーランダー65、エナム・アーメド、このまま3番手を守りきりますと、これで4戦連続の表彰台というのも見えてまいります。そして4番手には河野俊介、5番手にカーランダー12、大津博樹のオーダー。さあすでに35分は経過をしています。13周目 F3 今シーズンの第4戦、カーランダー11、サッシャ・ベネストラズ、今最終コーナーにそのグリーンとブラックのマシン姿を現します。全日本 F3 選手権の第4戦、カーランダー11、サッシャ・ベネストラズ、今トップチェッカーです。2番手に大湯俊樹、3番手にエナム・アーメド、そして4番手に河野俊介、5番手に大津博樹、そしてカーナンバー37、小坂和人は意地の6番手、ワンポイントゲット。そして7番手にはシャルル・ミレッシ、カーナンバー36の宮田理人も、ファイナルラップでワンポジションアップの8番手は精一杯となっています。9番手にはカーナンバー8番の片山、10番手にカーナンバー51のベイリアナさん、11番手にカーナンバー13の三浦愛と、以上11台のマシンが完走、そしてマスタークラスのマシンは3台いずれもリタイアということになりました。カーナンバー11、サッシャ・フェネストラーズ、今シーズン3勝目をマーク。そして決勝レースのファスティスラップなんですが、先ほどファイナルラップに1分53秒411をマークしています。これがファスティストということになりますので、これでサッシャ・フェネストラーズはこのオートポリスラウンド、昨日の第3戦に続きまして、この第4戦もフルマークの12ポイント、トータル34ポイントということになります。そして第2位となったカーナンバー2をつけます大湯俊樹は2位の7ポイントで19ポイントということになりますね。そしてカーナンバー65エナム・アーメド、3位表彰台5ポイント追加の22ポイント。これで、エナム・アーメドがランキング2番手ということになりますね。そして第4位となったのはカーナンバー35河野俊介、表彰台も狙えた位置だったんですが、昨日に続いての第4位となりまして、ここでポイント的には3ポイント加算ということでトータル8ポイント。そして5番手に入ったのはカーランダー12をつけます3ボンドの大津博樹、2ポイント加算でトータル5ポイント。そして第6位となったのはカーランダー37カローラ中京クオトムスの穂高和人、昨日についての1ポイント、これでトータル10ポイントということになります。そして7番手にはカーナンバー7番のシャルル・ミレッシ、ノーポイントで現在は1ポイントのままということになります。そして8番手にカーナンバー36の宮田理人、このオートポリスラウンドに入ってきてまだポイント1ポイントも取れていない、非常に緊急事態発生という、そんな状況になっています。宮田21ポイントのままでランキングは3番手に後退ということになりました。そして9番手にはカーナンバー8をつけます片山芳明、ここまでずっと第1戦から第3戦までゼッケンナンバー通りの8番手の位置だったんですが、この第4戦は9番手フィニッシュとなっています。そして10番手にカーナンバー51をつけます姉屋ベイディアナさん、昨日は9番手フィニッシュ、この第4戦は10番手フィニッシュとなっています。そして11番手にカーナンバー13の三浦愛、昨日は12番手、今日は11番手フィニッシュです。さあこの第4戦、結果的にこのスプリントレースとは言いながらもですね、2回にわたってセーフティー1回が入ったレースですが、見事3勝目をマークしました。カーナンバー11番 B-MAX レーシング with モトパーク F3、 サッシャ・フェネストラーズ見事優勝です。さあ場内の皆さん、どうぞ彼に大きな拍手をお送りください。これでポイントリーダー34ポイント、ランキング2番手のダイバーには12ポイントをつけまして、この後の第5戦に挑むということになってまいります。さあ全日本 F3 選手権、
この後第5戦ですが、今日はですね、4時15分から21周のレースが行われてまいります。改めてシリーズランキングおさらいをしてまいりますと、カーナンバー11サッシャ・フェネスタラズ34ポイントのポイントリーダー、そしてランキング2番手にカーナンバー65エナム・アーメド22ポイント、ランキング3番手にカーナンバー36宮田理とも21ポイント、ランキング4番手にカーナンバー2大湯俊樹が19ポイントということになりますね。そしてランキングの5番手になりますのがカーナンバー37ですが、小高が今10ポイント、そしてランキングの6番手にカーナンバー35の河野俊介が8ポイント、そしてランキング7番手ですね、カーナンバー12大津弘樹5ポイント、そしてランキング8番手カーナンバー7シャルル・ミレッシ1ポイントという形となっています。